妹がバカ琴音に言ってくれたこと。出産で今実家にいて、今日子供と散歩に行ってる間に琴音が電話よこした。実家に帰ってくる前に DS ライトを買ってきて、お金は後で払うから。電話を受けた妹は素で、え、そっちって電気屋さんないんですか？と言ったらしい。琴音宅は家からかなり離れてて、買ったら送れということだったらしいけど、壊れるの怖くないですか？地元で買った方が安心でないですか？切れた琴音がうっかり本音を言ってしまった。今苦しいから買っておいてほしいの。みんな持ってるのに、うちの子が持ってないのはかわいそうでしょう。子供もいない高校生にはわからない親の気持ちよ。でも妹は、そんなこと言ってお姉ちゃんに買わせるなんてひどいですよ。買えないなら我慢して買ってあげたらいいじゃないですか。親がお金ないのに、子供の欲しいの全部買ってあげるのも変です。と言い返してくれたらしい。琴音は、あんたの姉貴じゃない、私の兄に言ってるの。と、藤子り。近くで聞いてた母が電話を代わり、まあ伝えておきます、夫くんに、と言って切った。当然、夫は、怒りの電話をかけて、琴音が、私に八つ当たり電話をかけてきた。もうギャンギャンと兄うととめから、こんな怒られた、あんな言われたってうっせえから。自分の非常識さがわかりましたか？と言ったら、そんなこと普通人に言わない。みんな、あんたに遠慮してる理由がわかった。前はこんなことなかった。姉が姉なら、妹も、妹、の誰じにしても、墓はないと思えってわめいてた。あら、琴音ちゃんは、平家、琴音の嫁ぎ先の人なんだから、うちの墓のことは関係ないでしょう。いつも、いつも、嫁子さんは、うちの人間で、実家は、もう、他人の家だと思えって言ってたでしょ。ここで、信じらんない。と、叫んで電話を切られた。うとめ夫も、ほっとけーと言ってるし、二度と電話来ませんように、